はい、どうも、白熊先生です。えー、僕はですね、普段教育会で働いていて、子供たちに勉強を教えてるわけなんですけども、このチャンネルはですね、そんな僕が気になるニュースについてね、解説考察していこうっていうチャンネルとなっております、えー。今回取り上げたいニュースは何かっていうとですね、水道橋博士さんの松本人志問題、えー、俺はこう考えるというですね、コラムについてですね。はい、えー。実はですね、水道橋博士さんというのはですね、以前ですね、文春の方でですね、コラムを連載していたわけなんですね。そしてですね、編集部の人たちもかなり仲良くてですね、えーいわゆる 文春の内部事情だっったりりとか恐ろしささをめちゃくちゃゃく誰よりも知ってる芸人さんなんですよねでさらにですね彼は以前からですねその松本さんのね、まあ、こういった第一報が去年出た段階で松本さんのそういう良くない飲み会については同じ芸人さんとして知っていたらしいんですよねまあこれについても以前から発信されてます、はいまあ、今回はですねその辺の情報だったりとかそしてですね芸能界のお偉方がですね最初第一報が出た時にいかに松本人志問題をなめてね見ていたかっていうことだったりとかうん あとは、師匠であるビートたけしと松本人志の違いですね。この辺についても話されてるんで、ちょっと今回ですね、コラムの中でね、かなり面白かったんで、これちょっと大事なところだけですね、抜粋して読んでいきながらですね、ちょっといろいろとかね、考えていこうかなというふうに思っております。はい。えー、まずなんですけども、うん。スイードバシャカスさんはですね、以前ですね、週刊文春の中でですね、えー、その、えー、っと、 え、芸人春秋っていうですね、そういうコラムをですね、書いていたんですね。まあ、これ何かっていうと、まあ、芸人さんのですね、なんて言うんでしょう、そのね、ルポタージュ、まあ、こえー、コラムっていうんですか、まあ、そんな感じの連載をしていてですね、そしてですね、それをなんと、編集部でですね、作業をしていたらしいんですよ。これなかなかすごいですよね、こう、自宅で作業して送るとかじゃなくて、編集部の中でですね、記事を書くっていうですね、はい。だからこそですね、その編集部の中で、いかにですね、どんな人間がどんな風に、どういうね、取材をして、どんな風に記事を書いていたのかってことをですね、すごくよく知ってるわけなんですよね。まあ に、その文春の裏側、さらに言うと文春の恐ろしさを誰よりも知ってる芸人さんなんですよね。まあ、なかなか確かにね。その芸人さんでその編集部に入っていってる人っていませんからね。うん。 で、そんなですね、その、えー、水道橋博士さんのですね、コラムですね、ちょっと大事なとこだけ読んでいこうかなというふうに思います、まずは。うんえー、昨年末、週刊文春の第一報が出た時点で、芸能事務所のおやら方が、えー、下り顔でこう言っていました、えー。記者も休みに入るし、年を明けたらみんな忘れるだろうと。はいえー、世間が忘れ,るまで、ま、忘れるまで待ってやり過ごし、数の力でなかったことにする、まるで今もはびこる自民党の悪徳政治家ですよねと、と、はい。こんなことから始まるんですね。な、うん、なかなか すごいパンチラインから始まりますよね。はい。なるほど。確かに、だからね、えー、芸能事務所行ってみたら吉本興業も最初は完全に舐めてたってことですね。うん。まあ、どうせこんなことはそのうちみんな忘れるだろうと。はい。まあ、ただ文春さんはですね、そんなつもりは一切なかったっていうことですね。はい。で、こう続けます。 えー、事実無根なので戦いますと X で宣言した初動も最悪ですと。はい。えー、これまでですね、公言してきたように全部本当ですと認めて被害者には個別で謝るパターンを期待していましたってうんですね。はい。まあ、ちなみにこの全部本当ですっていうのは何かっていうとですね、要は松本さんって以前からですね、もしも今後不倫とかがですね、暴かれた場合どうしますかっていう質問が来た時にですね、その時はもう素直に全部謝,謝ってね、認めますよっていう風に公言していたんですよね。うん。なんですけども、まあ、実際はですね、いや、そんなことない。事実無根だっていう風に言ったわけですからね。 はい。で、これについてですね、こう言います。完全なる握手。これまで文春の餌食になった芸能人と同じ鉄を踏んでいます。というふうにですね。はい。で、実際ですね、この文春の恐ろしさはこのように語るんですけども、えー、僕の師匠であるビートたけしは、週刊文春の連載が終わった途端、手のひらを返すようにスキャンダル記事を書かれましたっていうんですね。はい。週刊文春は一貫して情け容赦のないメディアなんですよって言ってるんですよ。うん。 で、ちなみになんですけど、この週刊文春のですね、総局長のですね、新谷学さんという方がうおっしゃってるですね、テーマがありまして、これ何かっていうと、親しき中にもスキャンダルって言葉があるんですね。これ何かというと、どんだけですね、文春と親しかったり、文春にですね、いろいろ記事を書いてくれたような、そういった人でも、スキャンダルがあった場合は、もうそこはね、関係ないよという感じなんですよ。まあだからこそ、その、たけしさんがね、書いていてくれた時はですね、たけしさんについて考えたかもしれんかったけど、連載が終わった瞬間にスキャンダル記事を書くっていうですね、うん。まさに、親しき中にもスキャンダルっていう感じで ですよね。はい。まあなかなか恐ろしいですよねうん。 はい。そしてですね、えー、水道橋赤さんはこう言います。はい。僕はね、先ほど言ったですね、へえー、そのコラムでね、僕はコラムを書くためによく編集部で作業をしていたので、この記事がどれだけの金と時間を買って取材されたか想像できますと。えー、とにかく松本さんは週刊文春を知らなすぎたって言うんですね。はい。自分たちは標的にならないという過信があったのでしょう。報道が出た時点で文春がどういう組織なのかを誰かに聞くなどして、早急に記者会見の内容を考えるべきでした。事実があるなら認めて謝罪し、性的動員について 自分でもわからないことがあるなら丁寧に説明すればよかったと。はい。芸能世界は確かにルールが特殊ですと。お笑いには指定制度があり、カラスは白いと師匠が言えば、弟子は真っ白ですと言えるような絶対的な上下関係の世界ですと。その中で師匠は弟子に、綺麗に遊べと口酸っぱく教育しますと。僕の師匠のビートたけしもそうでした。だからたけし軍団の面々は若い頃は性に奔放ではありましたが、情能システムといったものは僕の知る限りは存在しないと思いますっていうんですね。うん。 はい。だから、これがやっぱりですね、文春さんと、あ、じゃあ、ビートたけしさんと松本さんのまず違いっていうことですよね。うん。えー、だから、まあ、言ってみたら、女遊びはいいんだけども、う綺麗に遊べよと。うん。ね。で、それを、いわゆる、その、ね。 で、師匠からしっかりと教わるってことですね。はい。で、対して、じゃあ、松本さんたちは何が違ったかっていうと、いわゆるその師匠システムがないってことなんですね。うん。で、これについてこう語ります。え、一方、松本さんには特定の師匠はおらず、是間役となった松本軍団の後輩芸人にとっても、松本さんは師匠ではありません。松本さんは指定制度に縛られない NSC の1期生であり、いわば新しい学校のリーダーズですと。え、後輩はダウンタウンが作ったルールを、え、 をルールを守りますと。しかし、一期生であり、前代未聞の天才であったことで、事実上の権力者になってしまいました。王様になったことで、無意識かもしれませんが、自分への献上品を欲したのかもしれませんと。女性の携帯募集など、個別の事件の共通点を見れば、女性を上納するシステムがあったのは、間違いありませんと。うん。いうふうに言うんですね。はい。 え、また、えー、芸事の世界だからとの言い訳が通用したのも過去の話ですと。今の時代、大手企業のスポンサーが資金を出すテレビ事業で、えー、公序良俗を守れない人間は出演できませんと。テレビに出たいなら、マスコミに告発されうるみなし公人であることの意識を持たなければダメですと。芸に未練がないなら、松本さんが尊敬する島田信介さんや、上岡龍太,龍太郎師匠のように引退すればいいし、まだ芸に未練があるなら、テレビではなく、えー、っとですね、直接お金をもらって劇場で 芸を続ければいいと思いますと松本さんなら間違いなく劇場を満員にして配信収益だけでも前代未聞の記録を作る新しいメディアのリーダーズになるだろうと僕は思いますと、はい、まあこのようにですね終わってるわけなんですねうん。 はい。まあ、そんな感じでですねえ、ここから何が見えてくるのかって話なんですけども、やはりですね、その水道橋博士さんからすると、松本人志さん問題をですね、過去から全部知っていたってことですね。うん。全部知っていて、それをですね、文春さんがついに書いたなっていう感じだったんでしょうね。そして、その際にその文春さんのですね、裏側をね、知ってる水道橋博士さんからすると、彼らがいかに時間をかけてですね、金と時間をかけて取材をするかっていうところをしっかり知ってたからこそ、もうこういうのが出た段階でもうダメなんだよ、と。はい。もう文春にすっぱの れ段階でもうここは早いいととととちゃんと対応しないとダメだよその時に全くもって違いますなんて言うと、完全にその後ですね、してやられてしまうわけですよね。うん、で、実際問題ですね、そういう風な態度をとってしまって失敗していった人って、松本さん以外にも芸能人いっぱいいたわけですよ。例えばですけど、皆さん、ベッキーさんですね。ベッキーさん。うん 思い返してくださいよ。ベッキーさんで一番最初にさ、不倫が報じられたじゃないですか。しかしながらベッキーさんは記者会見を開いてですね、そこでですね、不倫なんてなかったんですっていうふうに言っちゃったんですよ。そしたら何が起きたかっていうとですね、文春さんはですね、これ恐ろしいですよね。ベッキーさんがそのね、えー、谷絵音さんでしたっけなんかっていうなんかあの、えー、ミュージシャンの方あの方とさ、一緒にね、いろいろね、ラブラブ状態でやってるその LINE ですよね。あれをですね、なんと出してきたんですよね。はい。 恐ろしいですよ、本当に。うん。否定するんだったら分かりました。じゃあ、こっちも出しますよって、それ出してきたわけですよね。うん。で、他にもですね、うん。 アンジャ氏の渡部さんなんかもそうですよね。渡部さんも最初ですね、多目的トイレ不倫が報じられたわけですよ。で、その際にですね、渡部さんは結局最終的にはですね、記者会見をするんですけども、その前にですね、記者会見をする前にですね、体調不良だとか言ってですね、急にですね、芸能界から消えたわけなんですよね。そしたらですね、それに対して文春さんが逃さない感じでですね、その渡部さんのもう多目的トイレ以外で,ですね、そういったことをされた女性たちの話をバン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 上げつらなってね、攻撃しまくったわけですよ。そしたら最終的にですね、渡さんは関連してですね、まあ記者 会見を開くっっていうねね、えー、流れにななたわけなんでですよ、ねうん、であと最近で言うとですね、広末涼子さんなんかはまさにそうですよ。広末さんはもう最初ですね、不倫をすっぱ抜かれた際にですね、そこに対して否定していたんですよ。否定、はい、していたんですね、うん。なんですけども、その後じゃあどうなったかっていうと、文春さんがですね、その広末さんがそのね、鳥羽さんでしたっけあの不倫相手のですね、ひげもジのなんかあの料理人の方ですかあの方に書いたですね、赤裸々すぎるラブレターですね、今度はこれを公開したわけなんですよね。うん で、その結果、広末さんは関連してですね、すべてを認めたっていう感じです。はい。で、その後ですね、文春さんのインタビューを受けるとこまで行きました。うん。まあ、このようにですよ。このようになんですけども、えー、その広末さんとか渡部さんとかもそうだし、それこそね、ベッキーさんもそうですけどもね、ね全部この松本人志さんと同じ流れと言いますか。つか松本人志さんが今言ったメンバーたちと全く同じ流れを踏んでるわけなんですよね。最初に記事がバーンって出ます。で、それに対して、事実無根です。全く違いますっていうふうに否定する。はい。で、記者会見も開かないし、全に否定する。全くそんなこと ないです、ね、文章を否定するすると、ね、何が起きるかっていうとその後ですねさらなる情報がバン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 出てきて結局まあ逃げれなくなってしまって最終的に認めるなりなんなりするっていうですね話ですね、うん、だから松本さんもねだからやっぱりそのね水道橋博士さんの言うとおり初動がとにかくやっぱり悪かったですよねうんだから例えばなんですけど僕思ったのが松本さんがね、うん 最初にこの記事が出たときに、まずはですね、謝るべきだったんじゃないかと思います。例えば、記者会見を開いてですよ。記者会見を開いて、正直言って、もう5、6年前、8年前くらいかな。もうそんくらい前のことなんで、正直言って覚えていませんと。ね。ただ、ただね、これだけ女性が訴え出てるということは、僕はそんな悪いことをしたつもりなかったと。ね。要は、その性加害が加わるつもりなかったんだけども、ただ女性がこれだけ言ってるということは、きっと僕が悪いことをしたんだと思います。配慮が足りませんでした。すいませんでしたって謝ればいいわけなんですよ。うん。で、ここでポイントは何かっていうとですね、その、性加害をしま したっっって言ちちゃゃうううともうこれ完全にに犯罪にななんで、はい、なのでの性加害をしてるつもりはなかったんですけども女性がこれだけ訴え出てるということは私たちに配慮がありませんって言っちゃすいませんでしたみたいなこういう言い回しで謝罪すればいいと思うんですよね。はい、でそこでしっかりと謝罪してその上でですねその女性には個別でですねきちんと示談金を払うとかねはいきちんとしっかりとしたまとまったお金とかを払って示談金を払ってかつちゃんと頭を下げて個別で女性にね。うん 謝罪して、そして、その、もしかして、もしかして、それじゃあ、それで許してもらえたとするんであれば、それもですね、その後ですね、まあ、メディアを通して発表すればいいわけですよ。はい。女性に、この度、個別で会ってですね、頭を下げて謝らさせていただきましたと。そして、えー、ちょっと、ね、えー、時短金の方もお支払いしました、みたいなね。そして、相手方の女性が許していただき、にもね、許していただきました、みたいな。まあ、そんな感じのことをですね、発表すればよかったんですよ。で、その上で、謹慎する。ね、その上ですよ。その上で、記者会見開いて、基本的には認めて謝罪して、お金も払って、その上で謹慎する はい。禁止に入りますと言って。で、このこの中で禁止にさえ入ればですね、まあおそらくですけども、まあ1年とかね、わかんないですよ。うん。まあ短くても1年くらいだと思うんですけど、少なくともですね、完全に芸能界から引退するっていう流れは、まあもしかしたら防げた可能性もワンチャンね。まあでもそれでもワンチャンですけどね、あったのかなっていう気はしますよね。うん。はい。 まあだからそう考えるとね、はい、松本さんはね、竹志軍団みたいにね、ちゃんと綺麗な女遊びをすればよかったっていう点。はい。そして、文春さんにですね、暴かれた段階で、過去の芸能人の人たちのですね、行動をですね、ちゃんと見てですね、うん。同じ手伝を踏まないようにですね、しっかりとね、行動すれば、まあ今回みたいなことにならなかったのかなっていうことがですね、まあ、水道橋博士さんのコラムからわかるよねっていうお話となっております。えー、というわけでですね、今回はこれで終わります。この話ですね、ちょっとも共感してくださった方、はよかったら高評価、チャンネル登録、コメントの人はぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。